のキラキラクッキング。さあ、誰が一番影山さんをキュンキュンさせることができたのか、続いて4人目の方行きましょうか。うわ、そういうの、ゆうこの嫌な。すごいね、もう高いね、すごい。全然低いんですよ、ここもう降りるとあ、でももうすぐ終わっちゃうよ。あ、サンドシャワークがある、あそこに。サンドシャワークさ、あの静岡出張公演、私たちがやってるところなんだけど、この間来てくれたじゃん。あ、いいね、大人なちょっとデートがある。え、楽しかった？本当に楽しんでもらえてた？嬉しい。公園に来てくれてたの。でもさ、なんか私はずっと見てたあ、見に来たっていう設定で、そのライブを。そういうのがずっと見てたし、なんかずっと楽しそう、ニコニコしてる。あ、他の子に浮気しないかなってずっと見てたけど、でも私しか見たかったよねまたね、2人で観覧車も見たいし、劇場公演も見に来てほしいし、また2人でたくさん思い出増やそうね。秘密の思い出増やそうまた絶対飲もうね、約束。かわいい最後まだわ。私がアイドルで、彼氏がなんていうんですか、あの劇場公演に遊びに来てくれたみたいな、ちょっと秘密の関係。うわー、エロ、気になります。エロ、やめなさい。いいね。だから公演がないこの休館日に一緒にデートしてるみたいな。いやー、これファンの方にはもうたまらない映像ですよね。どうですか、山さん。そうですね、あの楽しみにしてます今後の関係をですね。あと2人、どっちが来るんでしょうか。わあ、今日は一緒にデート来てくれてありがとうございました。天気はね、あいにくの雨で観覧車に乗っても何も見えなくて最悪ですが、あなたと一緒にいられてすごく楽しかったです。敬語なの？敬語なの？先輩。あー、先輩ね。これからも一緒にいてくれたら嬉しいなって思います。観覧車もね、怖かったけど、あなたと一緒なら大丈夫だったので、これからも一緒にいてくれると嬉しいです。大好きでーすねえ、本当にやばいの。それはどうだい。大好きでーすでも観覧車に怖すぎてな、じゃなかったのさ。ふと話してたもんね。一つ聞きたいんですけど、あの大好きでーすの気持ちはこもってました？超こもってます。超こもってます。はい、どうでしたか、影山さん。こもってたと思います。優しい。ラストは、もちろん、はい、おしり。はい、私だ。かげぴょん、今日のデートめちゃくちゃ楽しいね。さっきのご飯も美味しかったし、次は何する？あれ、かげぴょん、もしかして観覧車怖いの？もう情けないなぁしょうがない、私がかげぴょんのことギュッてしてあげるから、もう怖くないよ。ギュあ、終わった。終わったですか？何がですか？何がですか？もうアップにしてきてましたけど、はい、もうギューしてる感じを出しました。すごい、かげぴょんがめっちゃニヤニヤしてます。かげぴょんもここに来てると思って、はい、死んでしまいそうでした。かげぴょん、どうでした？全員の見て、影山さん。いや、本当に死ぬかと思いました。皆さんになるね。どうしようかと思います、本当に。改めて皆さん、自信あるよって方いますか？はい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 。かげちゃん、
かげちゃん、ずるいなんか。かげちゃん選んで。かげぴょん。かげぴょん選んで。かげぴょんを一番キュンキュンさせられたのは誰でしょうか。最後の青木さんです。あ、はい、決め手は最後のハグです。うわ、強いね。やっぱ接触に弱いのがいいな。接触に弱いのがいいな。言い方皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。今回の動画も少しでも面白いなと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。